友禅とは、布に模様を染める技法の一つ。日本の代表的な染色法である、澱粉質の防染剤を用いる手書きの染色法。宮崎友禅祭の像友禅の名は、江戸時代の京の大木絵師、宮崎友禅祭に由来する。元禄の,の頃、友禅の描く大木絵は人気があり、その大木絵の画風を、小袖の文様に応用して染色したのが、友禅染めである。 多彩な色彩と悠禅模様と呼ばれる曲線的で簡略化された動植物、器物、風景などの文様が特徴である。考案者が絵師であったこともあって、当時は日本画の顔料として使われる生態や艶くれないなどが彩色に使用された。その後、絵画的な文様を染めるために、文様の輪郭線に細く糊を置き、隣り合う。 色同士が滲まないように工夫する技法が開発された。やがて、この技法が、友禅染めと呼ばれることが多くなる。従来は、この技法も友禅祭の考案とされていたが、現存する資料からは、宮崎友禅祭が、友禅染めの技法の創作、体制、改良のいずれにも関与したとは認められないとする説も、ある。K で生まれた K 友禅の技法が、後年、 友禅祭本人により、加賀藩の城下町、金沢に持ち込まれ、独自の発展を遂げたものが、加賀友禅である。明治時代には、広瀬寺介が那須線の技法を用いた、型紙友禅を考案し、友禅染めの裾野を広げた。1856年に、イギリスで発見された、化学染料の発達によって、模様の彩色は多岐に発達し、普通は単独で十分に衣装を装飾するが、 振袖などの特に晴れがましい衣装の場合は、かのこしぼりや刺繍、金彩などを併用することもある。現在は、型染めや友禅を模した模様をプリントしたものも、友禅という名称で販売されていることが多い。本友禅とも呼ばれる本格的な手書き友禅は、多くの工程によって成り立つが、作家がオリジナルの創作を行う場合と職人の分業によって制作される場合がある。 分業の場合、まず染め職人が工房に保管して、ある膨大な図案見本を参考に、死体を描く。この時染め上がりに影響しないように、水に弱い津行草の応防止花の花びらから抽出した色素が死体用のインクとして使われる。次に、死体の上から米糊やゴム糊などの防染剤で正確に輪郭線を置いていく。渋紙で作られた筒などに、 真鍮の金具をつけ、金具の細い先で常に一定の太さの線を引くのは熟練が必要とされる作業である。この線を糸目と言いい染色後にも模様の輪郭に糸目状の白い線が残るのが友禅染めの最も大きな特徴となっている。輪郭線で囲まれた模様に筆や刷毛で染料を染め付けていくのが色差しと呼ばれる工程である。現在は 化学染料が使われているが、買っては、アイや紅花、巣王、赤根、シコン、カリアスなどの植物染料、エンジムシなどの動物染料のような天然由来の染料が用いられていた。この工程で、柄の大体の色が彩色される。色が滲んで混ざるのを防ぐために、一つの色を染めて乾かした後に次の色を染め付ける。色差しが終わると、虫という工程がある。 摂氏80度以上の高温で20分から40分蒸気を当てることによって生地に染料を定着させる。次に、地染め呼ぶ、生地全体の地の色を染める工程を行う。輪郭にも使用した防洗剤で丁寧に模様全体を折った後に地の色の染料で染める。地染めは着物に仕立てた時に縫い合わせた左右両方の生地の色が同じになるように染めるため熟練した。 染め職人が行うことが多い。藍などのような原料を発酵させている染料の場合は特に酵素の活性を高めるために高温多湿の環境で染色を行わねばならないため作業は夏頃行われることが多い。有名な悠然流しとは水のきれいな皮で海苔や余分な染料を落とす工程のことである。染めの工程とは違って 幻動の頃を行うことが多く雪国の金沢では雪解け水にさらすこともある。川の上に色とりどりの布が泳ぐ様は観光の目玉にもなる美しさだが現在は河川の汚れなどもあり、ほとんどが専門業者の人工の川で行われている。図案によってはこうした模様付けや地色染めが数回繰り返される場合もあり、最後に花の中心部分や動物の目、 鳥の羽の模様、昆虫の触角などの細かい部分を炭や顔料で、仕上げ、金泥、白、刺繍などで加色する場合もある。ある程度量産できる型染め優禅でも必要とする色ごとに何枚もの型紙を使い分けていく手間がかかる。また、型染め優禅で複雑な模様は数十枚の型紙を使うこともある。京都の優禅は柔らかい色調を好み、何色が、 貴重になっているのか判別しにくいほどの多彩な色を使っていながら配色に神経が使われ上品で華やかである。経由禅は古風な夕食模様やリンパ模様など高度に様式化された文様を得意とする。また、刺繍や金箔などを効果的に使った装飾を積極的に併用する。加賀友禅も多色を用いるが、加賀五歳特に紅色や紫、 緑などの深みがあって豪奢な色調が貴重となり、優雅であでやか。加賀友禅は有名な虫食いなどに代表される写実的な表現を得意とする。他の技法との併用はほとんどない。描かれているものすべてが人の手作業によってなされている。そのため、一つ作るのに約半年から一年かかることもある。花や葉の模様の輪郭から中心に向かって、 色をぼかすのが、加賀風、その逆が京都風と言われたことも過去にはあったが、現在は、模様の区別化のため産地や業者によって特徴づけがなされる程度で明確な決まりはない。東京主久し友善や江戸友善とも言われる。東京友善の特徴は、江戸の町の町人文化を背景とした渋く落ち着いた色合いの中にも、 都会的センスの写楽感が漂う作風が特徴とされる。友禅模様を広めたのは、京都の大家市、宮崎友禅祭だが、布の上に模様をつけるための乗り置き防戦の技法自体はその頃すでに一様の完成を見ていた。友禅に近い技法を使うものに茶屋染めと、筒絵書きがある。茶屋染めは多くにスマホ行為の女性たちの夏の衣装に使用されたもので、 上等なカラムシアザブの裏表に糊を置いて、白くなる部分を残してから藍で染めたもので、美しく繊細であったが使える色数が限られていた。筒絵描きは、庶民の染め物によく使われ、現在でも、のれんや半皮、風呂敷などに残る。木綿の布の表面だけに筒に入れた糊を垂らして、模様を白く残したもので、豪快で素朴な持ち味がある。その他、 片友禅のような片置き防線では、琉球王朝で生まれた瓶型染めが有名である。これは高度な型染め技術を用いて一つの型紙で、黄色や赤、緑などの多色使いの鮮やかな文様を描く、染め物で、本土でも袋物などの生地として珍重されるなど人気を博した。もともとは琉球固有の植物や中国風の模様が主流だったが、 温度向けの輸出が進むにつれて友禅染めの文様を取り入れた瓶型が増えていき、友禅も瓶型に使われる鮮やかな色彩を取り入れていく。現在では型染め友禅特別がつきにくい作品もしばしば見られる。江戸古文の技法に型友禅の技術を応用して独特の趣向を打ち出したものが経古門である。武士が好んだ細かな幾何学模様で簡素で粋な印象の 江戸古門とは違い、友禅模様を基本にした色鮮やかで伸びやかな印象が持ち味である。乗り置き防線の技法を用いず、直接白生地に絵筆にて絵柄を施す染色法として、久し状友禅がある。防線処理は施さないため、色滲みが避けられず迅速な筆さばきを要求される高度な技法である。絵柄的には、通常の友禅染めに比べて簡潔単純なものに、 ならざるを得ないが、優れた作品には伸びやかで自由大胆な構図のものが多い。作家個人の技量はもちろんであるが、確かな全体構成をもとに、細部に関かかわらず、一気に描き上げるための、強靭かつ自由な精神性が、より強く要求される。現代染色作家の中でもこの技法を使える人は十死に満たぬ程度と言われている。梅本兼太郎、浮世絵美東洋堂、 明治31年12ページエビーマスダ、ヨ編長、日本委福詞、吉川博文館、二千十年二2010年245から246ページ、丸山信彦、江戸モードの誕生文様の流行とスター絵師、角川グループパブリッシング、角川選書、2008年208ページ。ありがとうございます。